あのね、で様子なんですけどね、うんうん、やっぱり本当に1回飲む量が少ない。うん、もも飲まないね、3か4ぐらいですね、自分でボトルで飲むのが。全然足りんからさ、だからそのとりあえずやっぱり自分で飲まなきゃんからさ、ね、だから飲めるだけ飲ませて足りん分を自分で。だから体重が274だった、前日だった、はい、で今日の朝一、何にもする前が300でした。うん、うんちも出ました。で、最初にしたうんちはもう全然普通の猫のうんちの細いバージョンみたいな感じでさ、うん、脱水してるから硬い。ミルクの子はそんなうんちは出ませんから、普通は、うん、で朝にベチャッとしたうんちで、やっとそういううんちが出るようになってます、うん、あ、よかったです、うん、で、やっと待って、そうね、ちょっと脱水してて体温も低かったんで、なんか冬なってた、あったかい部屋にいます。タンパクも低いし、貧血もしてるから、あ、場所ちょっと変えます、はい、ちょっとあそこ空いてないとこっちに行きますけど、うんうん、空いてるんでちょっとあっちの方が温度調節しやすいんで、あったかい服して、ね、うん、頑張ってますよ。だからつい一番最後で300、今日のさっきやった時は370ぐらい。でも、あの、さっきのイベントも日本式、その後の体重はその後最初はかなかった、まあ、この後うんち用紙を出してるからもうちょっと減ってるけど、うんちもできるようになったんですね、一応、うん、できるというか刺激でね、うんうん、刺激すれば出る、うんうん、だからあのうんちは1日1回じゃないですよ、結構何回かしてますよ、うんちは。あの飲ませて、ボトルで飲ませて、タリムもチューブで飲ませて、うんうん、ボトルが大体3回4で、チューブがどんだけやって24とか30ぐらい、うんうん、だから全然量が違うんですけど、うん、お腹いのパンお腹がパンパンなるぐらい自分で飲まなかったそこまで飲めれないから、ね、で、まあ、とにかく来た時はね、体温も低くてさ、脱水もしててさ、なんか状態良くなかったら飲めないっていうのもあるから、うん、多分状態を高めて体重をどんどん増やして、うんちの湿気が出るように持っていって、そうすると飲む量も増えてくるかもしれないですね、うん、というところですね。じゃあ面会元気は元気元気はまあまあそうね、体温も平熱になってきた。あ、よかった。すごい最初、あの最初来た時36とかでしたもん。そうそうそう、今日の朝一38.1、38度は起こさない。うん、だからやっと平熱になってきたけど、時間はどれぐらいですか？全然ある。じゃあそこで面会してください。で、ミルク作りますか？一回じゃあミルクやってみます。はい、ありがとうございます。